俺の名前はケンジ、32歳。3歳になる息子のレンタは、俺に顔は似てないけど、すごく可愛いし、妻のナナコも料理上手ないいお嫁さんだ。我ながら勝ち組、なんてな。パパ、遊ぼう。レンタ、パパは毎日仕事で忙しいのよ。少しはお休みしたいって。大丈夫だよ。レンタ、何して遊ぼうか。レンタは俺と遊ぶのが大好きだ。かくれんぼ。いいぞ。じゃあパパが鬼をやるから、レンタは隠れてな。ママ、頭痛い。え、大丈夫？って、熱？熱測ってみて。レンタは39度の高熱を出していた。その日はもう遅く、近所のかかりつけ病院も閉まっているところが多かったので、急遽総合病院の救急外来に行くことになった。レンタがこんな高熱出すのって初めてじゃないか？うん、大丈夫かな。明日の保育園はお休みしないとだな。そういえばナナコ、この間相談した話考えてくれたか？ナナコは専業主婦だ。だがナナコの強い希望で、レンタは2歳の時から保育園に預けている。俺は小さい頃は子供には母親と一緒にいてほしいと思っている。ああ、うん、保育園辞めるって話？そうそう、確かに子供にとって友達ができたりするから保育園はいいと思うけど、幼稚園に帰るとかはどう？幼稚園だと2時までしか預かってくれないし。え、でも預かってもらうことが目的じゃないだろ。ナナコは専業主婦だし、ナナコは子供にとって同年代の子と過ごすことが大切だと言って預けていたはずじゃ。まあね。すみません、子供が熱を出して。ではこの書類を書いていただいて、すぐに呼ばれると思いますので、かけてお待ちください。空いててよかった。ほんとね。え、ナナコ、ナナコでしょ？俺だよ、俺。え、なんで、どちら様ですか？急に連絡途絶えたから心配してたんだぞ。確かに、2年間ずっと探してたんだぞ。え、ナナコ、誰？ケンジには関係ないじゃん。あ、彼氏さん、こんばんは。え、子供、ナナコ、結婚したのか？レンタ君、診察室にどうぞ。ナナコはレンタを連れて足早に去っていった。すみません。お話伺ってもいいですか？過去に妻と何かあったのですか？俺はナナコとその男のただならぬ空気に嫌な予感を覚えて、男に話しかけた。いや、実は2年前に付き合ってたんですよ。でも急に連絡が取れなくなって、何か事件にでも巻き込まれたのかとも思ったくらいで。2年前？確かに2年前ですか？ええ、そうですが。2年前に付き合ってたってことは、不倫してたってことじゃねえか。レンタは3歳だし、そもそも俺とナナコが結婚したのは4年前だぞ。俺はその男から色々な話を聞き、ナナコの不倫を確信した。レンタ、寝た？うん。話したいことがあるんだけど、いい？何？さっき話しかけてきた男と話したんだよ。ナナコ不倫してただろ。だったら何？なんか悪い？はぁ？なんとナナコは逆ギレ。大体ね、気づかない方がバカなのよ。そう吐き捨てるように言ったナナコに、俺は怒りで何も言葉が出なかった。昨日あった出来事は夢であってくれと願ったが。朝ごはん作るの面倒いから適当に食べて。え？何その顔、ムカつくんだけど。夢じゃなかった。俺はもう我慢の限界で、あれほど愛していたナナコへの気持ちはプツンと切れた。ナナコ、話がある。何？最近話ってしつこいんだけど。不倫してる女とは一緒に暮らせない。離婚しよう。はあ、離婚なんてするわけないじゃん。レンタもいるんだから。それに不倫してたのは過去の話じゃん。離婚に反対なら裁判を起こすからな。勝手にすれば。どうせ過去の不倫なんて証拠にも何にもならないわ。不倫が理由で離婚し、慰謝料をもらうには決定的な証拠が必要か。調べれば調べるほど、今の状況で慰謝料を請求し親権もつかみ取るのは難しいとのことだった。決定的な現在の証拠がないとダメか。そういえば、ナナコがレンタをどうしても保育園に入れたいって言い始めたのって、あの男と不倫してた時期だな。俺は当時、断固として保育園に預けようとするナナコに少し不信感を抱いていた。俺はナナコの昼間の行動が気になって、次の日、探偵事務所に依頼することにした。妻の昼間の行動を写真に押さえてもらいたいんです。
では明日から捜査を開始いたします。その3日後、探偵事務所から連絡があり、なんと今も不倫をしていることが分かった。ふざけんなよ。これはナナコだろ。これどうして。これは証拠になるよな。離婚だよ。お願い、離婚だけは勘弁して。そんなことしたら私収入もないし生きていけない。そんな勝手な願いを聞き入れるわけもなく、俺とナナコは離婚。慰謝料もたっぷり請求した。もちろん今は俺はレンタと二人仲良く暮らしている。